皆さんこんにちは。ヨシミックランドをご覧いただきましてありがとうございます。はい、本日はですね、世界の遊び大全51、はい、第2回目でございます、はい、前回ね、あのモノマネを、はいはい、するということでタッシーがしたので、はい、まだ見たことない方はね、あのぜひ見ていただければと思うんですけども、はい、今回もモノマネでいきましょうか。モノマネでいきますか。もう一回いきましょうか、はいはい、まあ、ゲームは変えるんですけどもね、はい、はい、じゃあ対決していきまして、はい、はい、いきましょう。今度は負けない。はい、ダーツどうですか。ダーツはあの真ん中が強いこと、そう、なんかトリプルとか、 なんかダブルとか、なんかでなんか強い色があるんですよね、歌詞。そうなの、わかんないですけど、うん、っていう感じなんで、はい、やめときましょう。はい、でボーリングにどうですか。ボーリングは行ったことありますよ。リアルはどんぐらい出ます。リアルは 2、3 回ぐらいですけど行った。スコア、スコア、スコア、なんか本当に覚えてないぐらい、覚えてないぐらい行ってない、ね、僕ね、よく高校時代に結構行ってたんで。そうなんですね。まあ、結構行ってても180とかそんぐらいでしたけど。 すごいんですか。わかんないですけど一応マックスが300ですね。あ、じゃあ半分、半分よりは出てるかなみたいな。であのみんなで焼肉のおごりをかけて、高校生、高校時代に一番ビリのやつ焼肉なってやりながらボウリングやってたんで、これはじゃあ負けられないですね。私はちょっともうがあの倒すんですよね。倒すんですよ、はい、ガーターダメなんですよ。行きましょう、じゃあボウリングで、はい、ボウリングで、はい、行きます。いきますよ。はい、え、まっすぐでしょ。こうしてこう、あれ、あれ、話しちゃダメだ、話しちゃった。今いきますよ、話すかと思った。よいしょ話しちゃ話しちゃ、ボールだと思うと話しちゃ、ごめんなさいね、同じこと2回やっちゃったダメなやつだ。いきます、せーの、よいしょ。ひねった扱い、これシビアですね。座ってるからやばいかも、やばいかも。私？あ、もう一回、もう一回、二回、うん、マジで？そっか。ちょっともう一回、じゃあなるべくまっすぐ投げようと思って、はい、いきますよ。あ、ちょっとこれ置いてあるゲームの位置とか関係あったりします？いや、ないと思います。いきますよ。あれ？あ、話してます、話してます、話してますやばい、もうやばい、やばい、いきますよ。もっとヒュッて、座ったまま難しいね。話しもう握ってて、ずっと握ってた方が良い。 OK です、いきます。あ、やっぱ曲がっちゃう、曲がっちゃう。え、ゲームの位置関係ある？もう一回私が、うん、そうだね、曲がっちゃったら見てからですね、うん、これなんか消化試合になりそうな気配が。あ、斜めで、で、こういうことですか。カーブを指定できるけど、俺こっちにかけたのにこっちに曲がったから結局手首だろ。で、はい、こうしますね。あ、めっちゃ遅い。あ、でも曲がってっちゃう。あれ？ちょ、もう一回投げてみる。本体こっちに置いてみる。本体の。この斜めにこうした方が、うん、でもこっちに曲がったら、さっきみたいに曲がったらね。あ、でもいけた。うまい。あ、わかりました、わかりました。やっぱ、手が、いや、いや、位置なんじゃないですか。これで俺がこっちに曲がったらどっちかが分かるね、はい、結構やんなきゃいけないですね。あ、そうね、いきますよ。はい、ハブラブラ。あれ。でも自分の癖が分かれば、なるほど、こっちから投げられるんですよ、僕は、はい、あ、そっか、こっちから、はい、いきますよ。絶対こっち曲がってね、いきますよ。いや、まあ、そういうことだね、そういうことですね、そういうことだね。俺はこっちに曲がる癖があるっていう。おー、 OK です。修正能力をちょっとよく分かってないけどゲームプレイ見えてるの忘れちゃうね。はい、いきますよ。あ、話します、話すでしょ、はい、だってボールだもん。あー、おー、おー、やったマジで、でもなんかなんで曲がったのか分かんない。なんかカーブしましたよね、今。慣れるまで時間かかりそうですね、はい、じゃあいきます、はい、ストライ
く出されちゃった。もうびっくりした。いやでももうやばいぞ。もう使っちゃったの。ああ、こういうことだ。ヒュッキュッヒュッてやるけ。これ取れますよ、僕スペア。うん、いますよ。はい。おお、マジかよ。マジかよ。すごい。今いけそうだった、ね、このビヨン、うん、あ、でもこういうことだ。なるほど、わかった。やばい、ヨシさんがコツつかむ前に早いとこカットといきます。はい。あ、話しちゃった。うん、もうダメだ。なんでしょ、なるでしょ。同じ感じだね。同じ感じ。難しい。どうすればいいの？足はこっちに曲がるから、こっち気味か、あ、こっちに曲がるから、こっち気味の方がいいよね。こういうことですね。そう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 。そんな？あ、おお、逆に曲がった。お、なんかあれですかね、終わりがこう、あ、そうそう、多分こう、ね、ひねってる。これもダメなんだ。じゃあ本当まっすぐってことなんですね。そうだね。俺はまっすぐ投げてるつもりなのにこっちに曲がっちゃうから。よし。前に押し出すように投げる。そう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 。急にボタンが分かんない。すごい。やばいやばい。ほら、本当だ。どうしましょう。一回やりましょう。これ二回勝ちにしましょうか。お願いするときってどうやってすればいいと思う？お願いします。いや、なんかちょっともうちょっと可愛く言ってほしくない。いや、ちょっとちょっともうちょっと可愛く。お願いします。ちょっと可愛く、可愛くはやります。可愛く。お願いします。ヤッシー、毎回やりたいかも。アーニャ。アーニャ、アーニャで。アーニャ。アーニャ、もう一回ゲームやりたい。恋しい。漫画派なんですよ。もうモノマネやっちゃうっていう。漫画派なんですよ。はい。じゃあ。いやでももしかしたら勝てるかもしれない。まあまあまだわかんないですね。アーニャ、アーニャのためにもう一回やろう。あざす。あや、これで合ってるんですか。ごめんなさい、ちょっとファンの方に怒られちゃう、はい、ごめんなさい、本当に漫画は全部読んでます。よろしくお願いします。僕は大好きなんで。あ、そうですね。アマゾンプライムでずっと見てるんですけど。なるほど、はい、ではちょっと待って、下がりすぎです。怒られた。怖っ。パワーが怖っ。ブンって確かに今ブンって聞こえた。本当ですか。ブンって聞こえた。あ、でも、でもどうした？1か10、1か、ちょっと動画見てどうなってんのか、自分的には、あ、おかしいな。ウボウキン頼むよ。ウボウさん、ウボウさん聞こえてますか？ウボウさん聞こえてますか？鎖で閉じ込めるしかない。やばい。はい。動き早い。なんでだろう。さっき全然始めなかったのに。七ピン差でございます。じゃあ私、はい、曲げさせていただきます。ちょっと気をつけてください。いきます。おお。初めて強く振りすぎが出ましたけど。はい、そういうことですね。じゃあこれはタッシーの最後の。タッシーがスペアかストライクを取らなければ負けです。いや無理だ。何のモノマネかな今日。何か一回しちゃったかな。アーニャ使っちゃったからね。できない。ありがとうございました。あ、ダメでした。ありがとうございました。負けました。はい、それではクソ試合クソ試合でしたね。はい、ということでね、ボーリング、はいはい、2連勝で負けました。私の勝ちということで、じゃあどうしようかな。僕が指定したやつやるってどうですか。指定したやつですか。指定したやつをやる。できるかな。はい、いいですか。もうすでにモノマネじゃないかもしれないんですけど、さっきアーニャをね、
はい、あのイメージで喋ってもらったんですけど、はい、見たことないって言ってるんですけど、夜さんってこんな声だろうなみたいな感じでロイドさんって言ってもらっていいですか。自分のイメージで、あの漫画を見た感じの多分こういう声なんだろうなっていうのをじゃあちょっと見させていただきたいんですけど、僕夜さん大好きなんで。いいですか、イメージで、イメージで、モノマネじゃないです、イメージですか。そう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 、はい、いいですか、はい、じゃあそちらで今回はいきたいと思います、はい、はい、それではですね、はい、スパイファミリーのアニメを見たことなくて一回も夜さんの声を聞いたことがないタッシーが言う、ね、あの夜フォージャー の,、ね、はい、あの登場回の初めて茨城姫として殺しをするシーンの名ゼリフでございます、はい、お願いします、はい、あのではこちらに売国クス野郎殿がいると聞きまして、ごめんなさい、ありがとうございます、演劇みたいになり始めるちなみにですけど、もうちょっとなんかあのしっかりした声じゃないですよ、もうちょっとあのみたいな、ちょっと柔らかい感じ、あのでもこちらにみたいな感じ、うーんとね、こちらこちらにちょっと息混じりみたいな、こちらに タッシーできないやつかな、外国クソ野郎殿がいると聞きまして、外国クソ野郎殿ができないで、吐息系、吐息系、じゃあ吐息系タッシーお願いします、吐息系、いや、ウボウキにできないさありがとうございましたはい、ということでね、はい、ウボウキのモノマネだったんですけどウボウさん、ウボウさん、はい、聞いてますか、はい、今回もじゃあ私の勝ちということで、はい、はい、ありがとうございました、はい、また次回またモノマネにするかどうかわかんないんですけど、はい、あの1回も僕やってないんで、はい、そうですよね、はい、まあ、1回次はじゃあまた頑張ってもらって、はい、はい、じゃあまたお願いします、さよなら、さよなら。